玉山国家公園南遊びジターセンターの前にある、発通、関越道路改削記念碑八通関古道は、新朝統治時代の台湾に建設された、台湾本島を東西に横断する三本の道路の、うちの一つであり、唯一現存する道路である。西は林保から、東は白石角まで全長 152km、中華民国内西部から、国家一級戸籍に指定されている。 八通艦というのは、図王族の言語で、玉山である。八通艦古道の建設開始は、清が台湾の中部地区を治めるにあたって、重要な転換点となった。建設にあたっては、主に二つの要素から決定されている。一つは、1874年に、日本軍がボタン車事件を契機に出兵し台湾、原住民を攻撃した上、さらに列強各国も、 台湾の数勢に興味を示したため、台湾の国境警備の重要性を認識し始め、中でも、チン・シュゲルミキは、海散なでシュゲルを上層していた。また、当時すでに、台湾西岸の平原部における開墾は、一応の完成を見ており、開墾を広げられない、移民の居酒が絶えなかった。一方で、東部には広大な未開発の土地が広がっていたものの中央山脈に阻まれ、 人々が移動して開墾することが難しかったことから、陳茂ミキの権議は大きな歓迎を受けた。台湾全島の現地調査がなされた後、陳茂ミキは台湾を東西に横断する三本の道路の建設を提案した。このうち中地が現在八通管古道と呼ばれるもので、後三脇が責任者として建設に当たった。1875年1月。 五三明は二千人余りのものを率いて林穂から東に向けて山を切り開いていった。大坪いただき、鳳凰、後ろく、かやほ、八通館、大水靴を経て白石閣に達し、同年十一月に完成した。規模は非常に大きく、六尺の道幅を誇り、岩石に当たれば石を積んで階段を作り、渓流に当たれば山道を通し、 要所要所に取り出を築いた。完成後、清は人々から広く募り、兵を廃して、開墾を行い、大陸の人間にも解放した。しかし、開墾政策そのものは、自然環境により、また原住民の抵抗により成果は、必ずしも上がらなかった。このような状況のもと、八通貫古道はわずか20年のうちに廃道となってしまった。日本統治時代、 台湾総督府は、リシゲル政策を大いに進めるため、改めてルートの測量と調査を行い、従来の八通関古道とは、ルートの異なる八通関越霊道路を建設した。1919年6月、限界体制の中で着工され、1921年1月に、前線が完工した。東西は、大水靴を境界とし、西側は、楠木小足コア島から、 大水靴までの約4 2トル東側は、たまりから大水靴までの約8 2トル合計で1 4 5キロメートルとなっている。日本人が気づいた八通関越霊道路は、新庁の八通関古道のルートと異なり、重複する部分もほとんどない。八通関越霊道路の目的としては、東西を連絡する交通の確保のほか、現住民に対する統治と、 教育を強化することに着眼している。このため、合わせて、森林資源の開発も進め、沿線に、警察の駐在所の関係施設を置いている。登山口から河原へしゃげ込めまでのハイキング歩道は、日本統治時代に開かれた八通関越令堂に、沿っている。第二次世界大戦の終結後、八通関越令、道路は一旦荒廃してしまう。その後、 台湾省林務局が一部の道路を修繕し、林業保護管理のために使用した。現存する古道は、一部は新朝の古道であり、一部は日本統治時代の古道である。しかしながら、日本人が沿線に駐在所を置いたこともあってか、日本統治時代のものが現存する古道の大部分を占め、状態も良好である。現在、 新潮の古道のうち、比較的わかりやすくなっていて通行可能な部分としては、南投げ検診技号等補から地味遊覧形の右岸を通り、不死断外、雲流幕府、楽楽、大石を抜けて八通関草原までであり、そこから先は通行が難しい状況になっている。古道の大部分は草に渦漏れてしまい、判別が難しい。八通関草原にはっきりとした古道の遺跡が、 残っている他は、比較的完全に残りなおかつアクセスしやすい場所として、不死団街の対岸の山腹にある八尺派は64段の石段と、乙女幕府付近にある商段の石段だけになっている。現在の八通艦古道は、すべて玉山国家公園の管轄範囲に含まれている。百八十七年、新朝時代の八通艦古道は、中華民国内西部から国家一級古跡に、 指定された。ありがとうございます。